かった今の。本当に恥ずかしかった。もうこういうの本当に苦手なんです私。もうなんかはにかんでとか、はにかんでとか、笑顔とか、本当に難しいね。いや、24枚目ですよ、24枚目。聞いてくれ、聞いてくれ。まあなんかぶつくれてる状態になるんだ。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。で、私が男役とか言って本当今までやったことないし、どっちかというとあんまりボーイッシュだねって言われたこともなかったので、あの自信がなかったんですけど、なんかみんなに男の子みたいかっこいいって言ってもらえるとどんどんこう自信が出てきて、最後には、なりきれたんじゃないかなって思ってます。恥ずかしい。じゃあ、じゃあ、なんだよ。はい、お願いします。おば。よ。スタート。できたか分かんないですか。楽しく私の男前のね、ニューなので新しい男前の姿を見てください。お疲れ様でした。お疲れ様でした。カメラマンさんに笑ってって言われたら笑うんですけど、すごいね、悲しいと思ったら涙が出そうやったっていうのは嘘やけど、まあ、楽しい表情はできたかなっていう。お疲れ様でした。多分ね、いい PV になりましたよ、これはきっと。バイバイ、お疲れ様でした。カット、OK。 はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、涙に止まらない放課後のプロモーションビデオの撮影が今終わりました。はい、そうですね、感情を込めて可愛い女の子になりきれたと思います。恥ずかしい。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。カット。涙が止まらない放課後、無事に撮影が着々と終わっていってます。私は5番目だったので、あと残り半分のみんなが残ってるんですが、はい、今回はちょっと、まあ、今までとね違った感じのプロモーションビデオ、まあ新鮮な形で見ていただけたらいいと思います。お疲れ様でした。逃げろ。カット。はい、ありがとうございました。涙が止まらない放課後、あなたのハートに届くはずです。それではさよなら、さよなら、さよなら。ありがとうございました。お疲れ様でした。綺麗な PV ができてると思います。お疲れ様です。OK。 はい、お疲れ様でした。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 ありがとうございました。本日はお疲れ様でした。ありがとうございました。
OK。 ありがとうございました。